ご登校中の皆様、そして、通勤通学途中の皆様、おはようございます。私たち令和新選組チーム広島のメンバーでございます。私、元県庁部介護福祉士の佐藤誠一でございます。昨年の参議院再選挙の際はお世話になりました。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。皆さん、今回の参議院選挙がこの7月、迫っております。私たち、今回の参議院選挙、大きな争点があります。これは憲法の問題です。日本国憲法の問題です。憲法、おはようございます。今、自民党、そしてまた維新、国民民主党と憲法を変えようと、まあ、そういうことを言い出して前のめりになっております。私たち令和新選組は今憲法を変えるということに反対をしております。なぜか、それはですね、自民党が提案している憲法というを変えるという中身を見ると、まあ、一つは9条、そしてもう一つは緊急事態条項でございます。そして参議院の合区解消、そしてまた教育の充実、まあ、そういうことを変えると言っています。まあ、しかし本命は一つ、緊急事態条項であります。おはようございます。総理大臣に宣言を集中させる、総理大臣に宣言を集中させる、おはようございます。言ってしまえば、まあ、独裁にしてしまう、まあ、そういう内容の憲法を変えるということであります。まあ、コロナ等で、地域管理、緊急事態条項が必要だと思われる方いらっしゃると思います。まあ、確かに、そう思ってしまうのも、まあ、これは仕方ないかもしれません。しかし本当にそれでうまくいくんでしょうか。おはようございます。総理大臣に権限を集中させて、これで例えばコロナ対策がうまくいくんでしょうか。今までじゃあ、総理大臣がちゃんとしたことをやってきた、例えば、まあ、前の前の総理大臣アベノマスク、おはようございます。本当にいい加減だったではありませんか。こういういい加減なことをしている人たち、じゃあ権限を集中させてちゃんとこれうまくいくんでしょうか。私たちはそれを問いたいと思うわけであります。これ今まで、ちゃんと例えばおはようございます、コロナ対策をやってこなかった人たち、おはようございます。あるいは水害の時、まあ、この広島が大変な水害の時、まあ、宴会をやってたような人たち、まあ、そういう人たちが、で、地域管理のためと言って、緊急事態条項、こんなものを与えて、ちゃんと災害対策、できるんでしょうか。今までよりマシな災害対策はできるんでしょうか。おそらくできないでしょう。むしろ、こういう人たちに、何でもできる魔法の杖を与えてしまったら、大変なことになります。おはようございます。まあ、今すべきことは憲法を変える、まあ、そういうことではありません。コロナの前から厳しく、そしてコロナが追い打ちをかけた、そして今ロシアのウクライナ侵攻、まあ、これに伴って、おはようございます。まあ、物価が非常に上がっている、ガソリン含めた物価が非常に上がっている、
まあ、そういう状況の中で、まあ、しっかりとあなたの暮らしを支えていく、立て直していく、そういう対策ではないでしょうか。あるいは災害対策で言えば、まあ、しっかりと例えば災害救助隊を作る、おはようございます、あるいはきちっと防災砂防止に、そういったところにちゃんと投資をする、防災予算にしっかりと投資をする、あるいは被災者救援支援、そういった施策を充実させる、まあ、そういうところが必要なのではないでしょうか。憲法を変えるじゃないじゃん、そういう議論をしている、そういう暇は今の日本にはありません。今しなければいけないことは、自治体を強化するにいたしましても、医療体制をしっかり充実させると、まあ、そういうことではないでしょうか。まあ、今の政府は、おはようございます、消費税を使って、消費税を使って病院を削減する、まあ、そういうことも行っている。消費税を使って医療を弱体化させる、まあ、地域医療を弱体化させる、まあ、そういう政策、今の政府、コロナを経ても止めようとしておりません。こういった医療体制の充実させる、あるいは防災、そういったところを充実させる、そして、あなたが暮らしに困ったら、まあ、しっかりと、支える、そういったことこそ今必要なのではないでしょうか。必要な実感というものではないでしょうか。おはようございます、いってらっしゃいませ、まあ、一人一人の市民の力というのは支えられています。しかし一人一人が声を上げていけば物事は変わってまいります。今年の夏は参議院選挙あります、まあ、政権交代というものは参議院選挙ではありませんが、軌道修正をさせることはできます。参議院選挙において軌道修正をさせることはできます。おはようございます、いってらっしゃいませ、おはようございます。私たち令和新選組、令和新選組は大政出動であなたの暮らしを底上げする先頭に立ってまいります。奨学金はさらにする、そして学費はただにする、その先頭に立ってまいります。おはようございます、いってらっしゃいます。わざわざ憲法を変える、そういうことをしなくても日本は学費をただにする、そういう国際条約に入っているわけであります。予算を組み替える、財政出動で学生の皆様方の教育費をただにする、あるいはすでに奨学金を借り苦しんでおられる皆様方の奨学金をさらにする、そういったことをしっかりとやってまいります。教育の充実のために憲法を変える必要がある、まあ、そういう議論に騙されないで、ください。国際条約で教育無償化、教育費はただにする、皆さん、学生の皆さん方の授業料は高校も、そしてまた大学も含めてただにしないといけない、こういうふうに日本も入っている国際条約で決まっているわけであります。財政を出動させればできるわけです。おはようございます。憲法を変えるのではなくて、そういう議論をしているのではなくて、ガツッと財政出動であなたの
教育費、タダにする。そして、あなたの奨学金をチャラにする。まあ、そういった政治、私たち、令和新選組は提案をさせていただいております。おはようございます。いってらっしゃいませ。本日も森の愛程度に、お仕事やお勉強、頑張ってくださいませ。私たちは、令和新選組、チーム広島のメンバーであります。おはようございます。西広島駅の皆様方、通勤通学途中の皆様方、おはようございます。いってらっしゃいませ。私たちは、令和新選組、令和新選組、チーム広島のメンバーであります。コロナの前から厳しく、そして、コロナの、追い打ちをかける、そういう今の政治に、今の経済、これに対して、しっかりと、あなたの暮らしを財政出動、財政出動でございます。いってらっしゃいませ。底上げする、その先頭に、立って、参ります。あなたのお給料を引き上げる。あなたの負担を減らす。まずこれが大事です。憲法には、憲法25条があります。健康で、文化的で、最低限度の生活を保障する。これが政府に、義務としてあるんです。私たち、は、新選組や、憲法を変えると、そういう議論をしている場合ではなくて、まず緊急に、憲法25条を守る、すなわち皆さんの暮らしを守る、健康で文化的で最低限度の生活を保障する、そのことを強くお伝えしたいと思います。おはようございます。いってらっしゃいませ。本日も森のない程度にお勉強を頑張ってください。お一人お一人がお仕事やお勉強を頑張られることは、これ大変、尊いことでございます。しかしながら、みんなの暮らしを良くしていくには、これは、政治を変える。これが一番に、予算の使われ方、そして法律を変えていく。これが大事なんです。参議院選挙では、政権は、交代いたしません。参議院選挙では政権は交代いたしません。しかし軌道修正はできるんです。軌道修正はできるんです。そのことを強く訴えたいと思うわけであります。この夏の参議院選挙、軌道修正をさせていきましょう。憲法を変えるじゃなく、そういったことに今自民党、あるいは公明党の与党、あるいは野党と称しながらも、大阪維新の会、あるいは国民民主党、前のめりになっている、そういう状況があります。しかし、今すべきことは、憲法を変えることではなくて、特に皆さんの暮らしを守る憲法25条、これしっかり生かしていく、そういう政治をやっていく。今こそではないでしょうか。コロナの前から厳しく、コロナの追い打ちをかける。そして、この度のロシア、ウクライナ侵攻、こういったことも背景に加速をしております。輸入品の物価上昇により、追い打ちをかけられているあなたの暮らしを支えてまいります。では、新選組、では新選組でございます。健康で文化的で最低限度の生活を保障する。これは憲法25条であります。ここで言う文化的というのは、まずカツカツで食える。それだけではないと思います。例えば、年に1回、もう多く、年にもう1回ぐらい多くカープを見に行けると。あれもう1回ぐらい旅行に行けると。
そういったことも含めて文化的な生活、政府が皆様に保障せんと意見、健康で文化的な生活と言えるのではないでしょうか。おはようございます。私たちは令和新選組チーム広島のメンバーでございます。おはようございます。私はお世話になっております。介護福祉士元県庁マンの佐藤修一でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。ご登校中の皆様、そしてまた新広島駅ご利用の皆様、通勤通学途中の皆様、おはようございます。奨学金はただ、学費はただ、令和新選組、でございます。おはようございます。憲法を変えるじゃなんか、言うよりも、まずガツンと財政出動で、あなたの暮らしを守ってまいります。あなたの所得を増やし、あなたの負担を減らしてまいります。この20年、30年、本当に給料は上がらない。いわゆる失敗国家以外では、本当に日本だけであります。こういう政治、こういう政治をしている人たちに、じゃあ、魔法の杖である。何でもできてしまう緊急事態条項、まあ、そういう憲法の変え方をさせたら、これ大変なことになります。今よりももっとこれひどいことになるわけであります。そういうことではなくて、しっかりと政府に今の憲法、特に25条を守らせる、健康で文化的で最低限での生活ができるような政治を政府にさせる、これが今大事だとは思いません。おはようございます。カツカツで暮らせる、カフを見に行けるとか旅行に行けるとか、そういった余裕も含めて健康で文化的な生活できたらいいじゃありませんか。おはようございます。いってらっしゃいませ。本日はこの場所、西広島駅、お借りいたしまして、私、佐藤修一、そして、令和新選組、チーム広島のメンバー、お伝えをさせていただいております。仲間がお配りしております。お受け取りいただき、そして、また、では、新選組の政策をしております。おはようございます。通勤・通学途中の皆様、おはようございます。頑張られること、これは本当に、尊いことであります。まあ、しかし、全体を、これ良くしていこうと思えば、おはようございます。いらっしゃいませ。これは政治を改善、法律や予算を変えていくしかないんです。まず、この政治変えるということは、これ政権交代、それだけじゃありません。軌道修正もできるんです。参議院選挙では確かに、しかし、軌道修正を岸田総理にさせることはできるんです。今回の参議院選挙、前に出しました。一緒にこれ軌道修正をさせて、まあ、特に憲法25条を生かしていく、そういう方向で政府に軌道修正をさせていこうではありませんか。教育費はただ、奨学金はただ、あるいは介護や保育の
現場の皆さんのお給料はガツンと引き上げて、この20年30年減らしすぎた公務員は増やしていく、それをもって防災やあるいは医療や疾患管理やそういったものをしっかり、充実をさせていく、こういったことが下手に緊急事態条項、独裁条項をさせる、作るよりも今必要なことではないでしょうか。おはようございます。いってらっしゃいませ。私は令和新選組チーム広島のメンバーであります、佐藤修一、西国志士元県庁番の佐藤修一でございます。本日はこの西広島駅前をお借りいたしまして、私佐藤修一のお伝えをさせていただいております。ご中の皆様、そしてまた西広島駅周辺の皆様、本日はこの場所をお借りいたしましてお伝えをさせていただいております。ご登校中の皆様、そしてまた西広島市民の皆様、おはようございます。いってらっしゃいませ、本日はこの場所をお借りしまして、奨学金キャラあるいは学費、ただ令和新選組、そして消費税は廃止、そしてガソリン税はゼロ、それが大事ではないでしょうか。おはようございます。皆様のお給料を上げる、あるいは皆様の負担を減らす、学費の負担は投資をしていく、この広島もまた、昨年もこの西区、大きな水害に見舞われております。おはようございます。そういったところでしっかり対策の皆さん、あるいは災害救助のための組織、そういったものを作っていく、こういったことが大事なのではないでしょうか。あるいは安くて追い出さない住宅、そういったものを作って、災害にあっても安心できるような仕組みにしていく、これが必要なのではないでしょうか。総理大臣に権力を集中させてしまう緊急事態条項を作るよりも、できるような仕組みを作っていく、これが大事なことではないでしょうか。本日はこの場所をお借りいたしまして、令和新選組自立性をご紹介させていただいております。減らしすぎた公務員を増やして、そして正規の方を正規にして、そういったことを通じて
地域管理能力、水害や、またコロナ含めるそういった地域管理能力を、回復させていく、これが今必要なのではないでしょうか。いわゆる緊急事態条項を運用するよりもそっちの方が大事なのではないでしょうか。まあ、そのことを、本日皆さんに、一緒に、お伝えしたいのであります。本日はこの西を頑張って、ください。本日も無理のない程度にお仕事やお勉強頑張って、ください。ご登場の皆様、そしてまた西広島駅周辺の皆様、おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。何があっても心配するな、そんな国をあなたと作りたい。自衛は新選組で、そして佐藤修一、政策を政治性のご紹介をさせていただいて、総理大臣に権力を集中させてしまう総理大臣が何でもできるような緊急事態条項、こういったものを作るのではなくて、具体的にしっかり減らしすぎた公務員を増やしておく、ここを上げして学費は無償化、ただそして奨学金はチャラ、あるいは社会保険料は引き下げて、そして消費税はこれ一旦廃止する、あるいはガソリン税はゼロ、まあ、そういった、負担を減らし、そしてまた、この児童手当は倍増する。おはようございます。いらっしゃいませ。そういった政策、そして介護や保育のお給料はガツッと増やしていく、あるいは公務員でも、地域の皆さんは専門性が高くても、本当に、低い、条件に、働かされています。そういった皆さんのもしっかり、正規で、働いていただく、まあ、需要がある方はこれ短時間正社正規公務員という形で、していただく紹介をさせていただいております。おはようございます。いってらっしゃいませ。私は介護福祉士元県庁マン、佐藤修一、佐藤修一でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、をさせていただいております。西広島駅をご利用の皆様方、通勤通学途中の皆様方、おはようございます。本日は私佐藤誠一、介護福祉士船長が、そして令和新選組の参議院選挙へ向けました政策や政治についてお伝えをさせていただいております。参議院選挙においては政権交代はございません。しかし軌道修正をさせることはできます。おはようございます。
令和新選組でございます。本日も無理のない程度にお仕事やお勉強を頑張ってください。皆さんお一人お二人がお仕事やお勉強を頑張られること、これは本当に尊いことであります。しかし全体を、みんなの暮らしを良くしていくためには、やはり法律や予算を変えていく、これが大事なのであります。おはようございます、いってらっしゃいます。本日はこの西広島駅をお借りいたしまして、お伝えさせていただいております。私、佐藤修一でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。お世話になりました。佐藤修一で、ございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。本日は5月10日で、ございます。お仕事やお勉強、また無理のない程度に、頑張ってください。お一人お一人が頑張られること、これはもちろん尊いことでありますが、しかし、全体を良くしていくのは、これは皆さんの政治を変えていく、法律や予算を軌道修正させていく、これが大事なのであります。衆議院選挙と違い、参議院選挙では政権交代はありませんが、軌道修正をさせることはできるのであります。おはようございます、いらっしゃいません。今必要な奨学金、これをチャラにする、あるいは学費負担をタダにする、まあそういった あるいはコロナの前から厳しく、そしてコロナが追い打ちをかける、そういうあなたの暮らしをとりあえず緊急に助けていくためにも、消費税は廃止する、あるいは上がらない、そういう政治が続いてまいりました。そしていざ危機になったコロナの時には、アベノマスク、あるいはこの広島の水害に見舞われた時は、そういう議論をするよりも、これ今具体的にしなければいけないのは、あなたの暮らしをしっかり底上げしていく、憲法25条最健康で文化的で最低限度の暮らし、確保していく、あるいは水害への対応をしていく、そういうことではないでしょうか。総理大臣にこの20年30年、給料を、皆さんの給料を減らし続けたような人たちに、魔法の杖、何でもできるような、憲法を与えても、これはろくなことにならないのは、火を見るよりも明らかではないでしょう。それよりも今しなければいけないことは、しっかり憲法25条を生かしていくことで
サイドよりも特に25畳以下、これが私たち令和新選組、令和新選組の政策であります。おはようございます。いってらっしゃいませ。と県庁マン、そして今は介護福祉として、また無理のない程度にお仕事やお勉強を頑張ってください。何があってあなたの暮らし、そして、ロシアのウクライナ侵攻は追い打ちをかけたあなたの暮らし、脱落しっかりと交渉をしてまいります。令和新選組でございます。健康で文化的で最低限度の生活というのは尊いことでありますが、みんなの暮らしを上げていくというためには法律や予算を変えていく、これが一番効果的なんです。そのことを皆さんにお伝えしたいんです。衆議院選挙と違いまして、今年夏あります参議院選挙では政権交代はいたせません。いたせませんが、軌道修正はできます。特にこの広島は総理のお膝元であります。総理のお膝元で変えていくということになります。これ大変なインパクトがあるわけであります。そのことを皆さんにしっかりとお話をやっていきたいと思うわけであります。ご都合中の皆様、そしておはようございます。いってらっしゃいません。そして通勤通学途中の皆様、おはようございます。私は佐藤修一、令和新選組、チーム広島のメンバーであります。昨年の参議院、再選挙の際にはお世話になりました。この西区の皆様にもお世話になりました。佐藤修一でございます。本日はこの西広島駅を中心にお伝えをさせていただいております。駅をご利用の皆様方、通勤通学途中の皆様方、おはようございます。いってらっしゃいませ。本日もお無理のない程度にお仕事やお勉強頑張ってください。皆様方お一人お一人がお仕事やお勉強を頑張れること、これは大事でありますが、尊いことでありますが、より効果的にみんなの暮らしを上げていくには、これをやはり政治を変えていく、これが大事なんです。法律や予算を変えていく、これが大事なんです。おはようございます。そのことを皆さんに強く強く申し上げたいわけであります。おはようございます。本日はこの西広島駅をご利用の皆様がご挨拶を差し上げております。申し上げております。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。私、佐藤修一、何があっても心配するな、そんな国をあなたと一緒に作りたい、令和新選組でございます。本日はこの場所をお借りいたしまして、お伝えをさせていただいております。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいません。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃいません。おはようございます。いってらっしゃいません。